どうもインパクターズでーす。無事に、僕たちインパクターズ、サマーパラダイス2021 1公演目終了しました。ありがとうございます。すごかったね、あの景色。すごかったね。いや、びっくりしたな。なんか今でも忘れられなくない？そうだね。ね。なんかね、僕らもすごいさ、緊張したけどさ、なんかファンのみんなもなんか、すごいなんか、してたで。緊張してたでしょ。一緒に緊張してたね。そう、一緒に緊張してて。バレてたんだよ。バレてきた。なんかでも、それもすらもなんか楽しめたね。そうですね。お互いね。みんながペンライト思ったペンライトとか、そのなんかお客さんのやっぱこの喜んでくれてる感じ、ちょっとね、マジで元気になるよね。いけちゃった、いけた、全然いけた。楽しかったですね。あの景色見た時アドレナリンブワーッてやばいってね。アドレナリンっていうものは実感してる。実感した。あ、今出てるわ。でまだ今ちょっと残ってる。そう、残ってるんですよ。あれ、どうしもっとあげる。そう、もっとあげるしなたいね。まあ、まだ残り16公演ありますからね。はい、引き続き僕たちと最後の夏の思い出を作ってください。お願いします。一度きりですからね。そうですよ。というわけでインパクターズに残りの公演も頑張りますので、お願いします。見に来られる方はぜひとも楽しみに待っててください。待っててください。以上、インパクターズでした。バイバーイ。じゃあ、楽しいよ。本番前の椿くんの刈り上げと奥にいるタイガー。皆さん、僕今のコンタクトつけます。つけてください。コンタクトはそんな発表することでもない。いや、松倉とさ、しめかきくんとノエルくんやってて、俺も真似したいなと思って。つけるところを上げるってこと？はい。結構じゃない？ねえ、大丈夫？で、アイドルですから、私もやっぱコンタクトつけるときもアイドル。そう、アイドル。コンタクト。これあれ、これ右左どっちだっけ？コンタクターズ3人いる。エビチリコンタクターズ。入れられんの？入れられる、多分。でもこれ難しいね。なんか顔が公開しちゃいけない感じになってるけど大丈夫？大丈夫だよ。やっぱ入んね。ひどいんだけど。今何時？今12時半。ああ。本番前です。本番前。1時間前です。1時間前か。どう？本番直前だけど今。ちょっとね、狭いね。そうね。もうちょいスペース自分。でも実際ガチャンが肩幅ないから成り立っているところはね。そう。ああ、確かにね。細くない？細っ。そほそほいな。そへぇそへぇよ、お前ら。俺の方が細いのに持ってるのがちっちゃくない？確かに、ちっちゃ。え、座っててもそんな差あんの？いやいや、やばいって。足長いの？やめな、マジで。ちっちゃいのやめなって。え、どうやったら寝れるかな？牛乳。牛乳飲めばいいか。牛乳飲んで。牛乳飲みな。ピンキーのみんな、牛乳買って。いやいや、自分で買え、牛乳ぐらい。牛買ってじゃん、牛。うん。乳牛買え。乳牛ね。乳牛さんはいいや。いい。本番前に乳牛の話してるけど大丈夫？いけそう？大丈夫です。バッチリ。バッチリ。ただね、ちょっと狭い。ちょっと狭い。さすが。さすが。ガシャン、ちょっとピンキーってイケボで言ってみて。ピンキー。おい、もってもって、ピンキーってボイパのやつで言ってみて。ピンキー。おい、嘘つけ。最後横原ピンキーって面白く言ってみて。ピンキーヒンキーなのよ、それ。言えないじゃん。いや、わかんなかった、ちょっと面白くが。いや、本番前ということで。はい。そんなところで変なことしないで準備しな。いやいや、お前がやらせたんだよ。お前がこうセッティングさせたんだよ、これ。演出お前だろ。あ、そうだそうだ。座ってって。すまんな。ありがとうな。行ってきます。行ってきます。どうも
インパクターズでーす。僕たちインパクターズが、今日8月25日から、9月7日まで、セブンイレブンさんとコラボさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ですね、対象のアイスを2つ買うと僕たちのオリジナルクリアファイルが一緒にもらえるっていうキャンペーンでして、うん、そうなんですよ。だから好きなアイスを選んでいただくと、うん、漏れなくその3パターンあります。うん、その3パターンの中から選べるっていうのが、なるほど、すごい、はい、とってもありがたいキャンペーンが。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。夏だしね、アイスいっぱい食べられるからいいよね。そうなんですよ、確かに。で、そのクリアファイルなんだけど、はい、であの 3種類ありまして、うんうん、全部10枚ずつなんですよね。うん、もう各店舗で、そう、各店舗で合計30枚限定になってますので、うん、まあ、なるべく早く、もう急がなきゃね。そう、急がないとなくなってしまう可能性もあるかもしれないので、はい、チェックの方よろしくお願いします。お願いします。以上、インパクターズでした。私はこんな髪型でいきたいと思います。今日も一段と唇がでかいですね。どうしたの？わかんない。いつもよりちょっとでかい気がする、唇が。お大事に。うん。まあ別に何もなってないけどね。今日は前6列ぐらい食べちゃうんじゃない？いや、ありえますよ。ね。はい。クリアの時は本当に前食べちゃったの？食べちゃいましたね。じゃあこんな感じで行ってきます。はい。今日は夜ご飯何食べます？今日は明日最後の2公演なんでステーキ焼いてくれます。お、ステーキですか？マジです。じゃあ皆さんもぜひ津田くんと一緒に素敵な夜を。影山美容室へようこそ。はい。今日は昼公演、うん、パヤパヤだったから俺がすごい、パヤパヤ、俺がすごい、すごい、どんな感じですか？結構動きつけます？まあそうだね、それなりに。それなりに。わかりました。いい感じにやってくれると思いました。いや、どんなのが来るんだろう、楽しみだな。僕はあまりね、あれですよ。何？あまり考えて作らないんで、うん、はい、もうある程度、うん、アイロンで形つけて、うん、その何、ワックスとかで、うん、ブワーってやって、そこから形つけるんで、うん、あまりアイロンとかはちょっと。まんべんなく、うん、無造作に通した方が、うん、多分決まると思う。なるほどね、うん、ある程度、うん、この上ら辺だけ、うん、揉み込んで、揉み込んで、揉み込んで、うん、ある程度形をつけて、つけて、多分ね、元山ね、うん、がっつり決めるより、うん、ちょっとね、トップの高さの低い感じの、うんうん、フワッとしてる方が多分ね、似合うと思う。あ、本当に？フワッてやってる方だって、ピンキー、ピンキーちゃん、覚えてください。ガッチガチに固めるっていうよりかは、ちょっとゆるふわな感じ。あー、でも好きかも、それなのが俺はすごい似合うのかなとは。うん、確かに。だからあまり、うん、正直このサマプラにね、うん、入ってくださった方は、もしかしたら、影山くん本当にセットしたのって、思うかもしれない。うん、なるほど、うん。でもここには証拠道具がありますから。確かにね。そうそうそう。いいんじゃない？ちょっとナチュラルで。いい。ナチュラルでちょっと動きがありの。いい。元への髪型完成しました。ちょっとね、無造作な感じで。はい。遠目からわかんないと思いますけど、僕ちゃんと今セットしたんで。これが証拠です。ありがとう。これでいきましょう、じゃあ。じゃあこれで今日頑張ります。頑張れるで。行ってきまーす。髪切りました。ほんとだ。どうも、インパクターズでーす。なんと本日、はい、ジャニーズジュニアチャンネルプラスにて、はい、僕たちのオリジナル曲ワイルドファイヤーのパフォーマンスビデオが公開されます。ありがとうございます。何時頃ですか？時間はですね、はい、今日の夜9時を予定しております。はい、夜21時ですね。ありがとうございます。いや、スノーマンの平本ひかるくんが、はい、僕たちのために振り付けてくれた、はい、すごい愛の詰まって、本当にありがたい。はい、すごいかっこいい曲じゃないですか。かっこいいね。ぜひとも皆さん、チェックの方よろしくお願いします。お願いします。以上、インパクターズでした。バイバイ。絶対見てね。見てね。めっちゃかっこいいから。どうも、インパクターズでーす。Woo!
2029の公演の最終でございます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、はい、ステージ上でね、アイアンドディービーを撮ってます。イエーイ、絶賛嬉しいです。絶賛嬉しいです。いい夏の思いできたよね。いやいいね、いや、もしかして来れなかった人もいるかもしれないけど、うん、思い届けるかな、確かに、これ一緒にね、共有してってね、はい、これからもどん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 インパクターズを聞かれていくんで、はい、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。最高の夏の思い出、ありがとう。バイバーイ。今日も来なかった。以上、インパクターズでした。バイバーイ。オッケー、みんな準備いいっすか。ピンキー楽しみ待ってるよ。俺らもね、あ、ピンキーも楽しませるのももちろんだけど、俺らが一番楽しいんで、ピンキーを楽しませて、ちゃんと気持ち乗せて、来れない人もたくさんいるから、その人たちも思いを届けられるように、しっかりテンション感と緊張感保って、今日も行きましょう。行くぞ。シェイ。